日本の昔話、フクロウの染め物や。昔々、鳥のフクロウが染め物屋の店を始めました。さあいらっしゃいいらっしゃい。フクロウの染め物屋は何でも上手に染めますよ。さあさあ、どなたでもいらっしゃい。すると仲間の鳥たちが珍しそうに集まってきました。染め物屋さん、私を黄緑に染めてくださいな。私は頭だけを赤く染めてね。はいはい、かしこまりました。ウグイスは黄緑に、おしゃれな鶴は頭の上を赤く染めてもらって上機嫌です。そこへカラスがやってきて言いました。よし、僕も染めてもらおうかな。はい、カラスさん、お色は何にいたしましょう。そうだね。カラスは少し考えると威張って言いました。僕は鳥の中で一番頭がいいから、誰が見ても一目でわかる素晴らしい色がいいな。誰が見ても一目でわかる色ですか？はい、承知しました。さあどうぞこちらへ。フクロウは大きな壺の中へ染め粉を溶いて入れました。さあこの中で行水をしてください。誰が見ても一目でわかる素晴らしい色になりますよ。そこでカラスは染め粉を溶いた壺の中に入ると、すべての羽が染まるように行水をしました。もう染まったかい？はい、見事に染まりました。いや、これは素晴らしい色だ。フクロウが褒めるので、カラスはワクワクしながら自分の姿を川に移してみました。するとどうでしょう、カラスの体は頭から尾の先まですべて真っ黒なのです。なんだこれは。カラスはカンカンに怒ってフクロウに文句を言いました。やいやい、これのどこが素晴らしい色なんだ。え、ご注文通り素晴らしい色ではありませんか。これなら誰が見ても一目であなたとわかりますよ。確かに一目でわかるけど、真っ黒なんてひどいや。なんとかしろ。しかしカラスがいくら怒っても、一度染めた色はどうにもなりません。こうしてカラスの色は真っ黒になったのです。そしてフクロウはカラスから逃げるように森の中に隠れて、夜にしか出てこなくなりました。おしまい。